か。また来てくれよな。でも小説復活の呪文の章だっけ、書かれてる呪文が本当に使えるなんてね。ええ、驚きですわ。ピンときたの。見つけたのは私だけどね。私、いやー、そこでピンときてさ。つまらないとか言ってブランに押し付けたくせに。あの、ブラン、面白いゲームソフトが出てくる呪文は載ってませんの？ないわ。すぐに眠くなる呪文なら、ラリホとか。私、字がいっぱいの本読むとすぐ眠くなるわ。ネプテューヌには必要なさそうね。面白い小説よ。もう読み終わったし、頭だけでも読んでみて。私？ごめんなさい、わからないわ。では私も。個性的な味じゃなくて、ない。遠回しに否定した。面白いのに。パープルバードという主人公の鳥がバケツプリンに目がなくて頭から突っ込んで溺死しそうになるの。プリンで傑作だったわ。ねっぷっぷ、それは傑作だね。バカみたい。ひと事じゃないでしょ、ネプテューヌは。あとグリーンバードという鳥の胸肉が膨らみすぎて爆発するところとか。まあ、爆発してなくなってしまうの。なんだかもやっとするのはなぜでしょう。作者は誰なの？4人分の名前があるけどかすれてて読めないわ。そっか、残念。いつか会えるといいね。カンガルーのように。
る家があるよ。頼もう。いきなり何やってるのよ。もっと慎重に。平気平気。勇者はいきなり入ってって壺を割ったり引き出しを漁っても怒られないんだから。はーい。ほらね。もう出てくるわ。どちら様？あなたたち、メモくれた女の子。そっか、ここあなたの家だったんだ。ちょうどよかったよ。私たち水中都市に行ってきたんですわ。私のメモが役に立ってよかったわ。わかりやすかったってことよね。ええ、とても。よく言われるわ。学校でも私のノートは見やすいって評判で。みんな気を使ってるのかな。可能性はあるわね。さすがに学校のノートは普通では。それで何かあったの？私も何度か潜ってるけど、これといって成果がなくて。何か引っかかるんだけど、妙に気になるというか。だから近くに。ええ、そう、水中都市を調査するために私たちはここに住んでるのよ。私たち？愛ちゃん、ずいぶん時間かかってるですね。待て、コンパ。シルクワームかもしれんぞ。あー、クロム！お前たち。知り合いなの？クロム。まあな。それより、お前たち、どうしてここへ？いや、そういうこと。再会して5秒で謎めきゼリフ。さすがミステリアスお姉さん。そろそろ、その呼び方はやめろ。アイちゃん、クロムさんのお友達なら入ってもらったらどうです？そうね、水中都市に行ったのなら話も聞きたいし。どやった。自己紹介は勇者のイロハ。私、ネプティーヌだよ。勇者？気にしないで、私はノワールよ。よろしくね。私はブラン。デールです、よろしくお願いします。私はアイエフ。ここでは二人暮らしをしてて。アイちゃんと一緒に暮らしてるコンパです。アイちゃん、今は二人暮らしじゃなくて三人暮らしです。私は長居する気はないからな。クロムだと言っても全員知ってるか。知らないことだらけよ、あなたに関して。ええ、そもそもルビーで別れたあなたがどうしてここに？ああ、それか。それはな。やれやれ、プラネテューヌ、ここまで来れば大丈夫だろう。フィリンのやつもさすがに。来い、どこか隠れる場所は。あ、こっちよ、ついてきて。しばらく私たちの家に隠れてるといいわ。なぜ助けた？なんでかしらね、放っておけなくて。はーい、アイちゃん、久しぶりのお客様です。私はアイエフよ。私はコンパです、よろしくです。クロムだ、すぐに出ていく。ということがあってな、少しの間のつもりだったんだが。そうだったんですのね。なるほど、わかったわかったよクロム。でもね、私クロムには言いたいことがある。ネプテューヌ。お腹すいた、おごって。だから無駄遣いするなと言っただろうが。あぶそれじゃあ落ち着いて話すためにもティータイムとするですよ。いいですか、アイちゃん。にぎやかになったからって浮かれちゃって。まあお茶とお菓子くらいしかないけど。アイちゃんだって嬉しいくせに。そ
そうね、ちょっとは。そうだ、材料はあるからプリンでも作るですか。やったー、プリン来た子でー。素材を錬金鍋に放り込んだら、違うと思うです。手伝ってもらうわよ、あなたたちにも。働かざる者食うべからず。私その言葉聞くと体が溶けるんだよ。正しくはあれは溶けるんじゃなくて縮んでるのよ。まあそうだったんですの。もちろん手伝うわ。ほらネプテューヌも。プリンのためなら仕方ないね。はいはーい、私も手伝います。手伝うよ。わーい、ありがとうです。じゃあこの卵を。それじゃあいただきます。おいしい。コンパ料理上手だね。さてはクラム、コンパに胃袋つかまれたな。お前と一緒にするな、まったく。というわけで、見たことのない過去のゲームについて教えてほしいんだよね。知ってるんでしょ、どうせ。ああ、かつてこのゲーム業界には、今はフィリンとシルクワームが隠して存在していないことにしてしまったがな。そんな、ひどい。ベル、すべてのゲームは私に遊ばれるべきですわ。ベル、本まで巻き込むなんて許せない。 3D になったことで作り手が映像技術に頼り、中身がスカスカなゲームが増えたから。なぜフィリンはあそこまで憎んで。だから映像技術に頼らない 2D ゲームを来賛していると。だいたいアルティザンが言ってたこと。シルクワームを追っていれば本当の理由がわかるかもしれません。うんうん。でもどっちにしても、最新映像の技術者を誘拐したり。ほう、私には関係ないわ。ねえ、私も。ちなみにな、お前たちの記憶がない原因もフィリンだぞ。フィリン倒すしかないわ。本を奪ったり燃やそうとしたりしてるのもフィリンの。そうだな、フィリンはシルクワームを創設し、今もと。フィリン、よくわからないけど、とりあえずロリじゃない、フィリンを倒そう。倒すべしですわ。だが人間じゃ奴には勝てんぞ。なんだって。そんなことないもん、勝てるよ。だって私勇者と。クラムちゃん、遊ぼう。フィリン、ネプ、来たー。ねえねえ、クラムちゃんってば。もしもし。今取り込み中だ、帰れ。うるさい。もしかして他に誰かいるのね。私とクロムちゃんのイチャイチャタイムを邪魔するなんてダメなんだから。こら、出てきなさい。どうする、ここで戦う。でもまだ勇者の武具揃ってないし。もともとないから、そんなもの。どうしましょう、今にも入ってき。扉壊しかねな。ち、お前たちは任せた。一人で大丈夫なの、クロム。フィリンの相手なら慣れてる。もんだ。アイちゃん、かく。クロムちゃん、ねえってば。もう。待て、今開けてやる。クロムちゃん、会いたかったよ。遊ぼう、遊ぼう。やれやれ、わかったよ。遊んでやる。やったー、クロムちゃんとデートだ。じゃあね、まずはそうね。なんだ、私は一人だぞ。じゃあなんでコップがこんなにたくさんあるの。お菓子を作りすぎたから。紅茶もたくさん用意しただけだ。
ほら、たくさんあるだろう。苦しい、押し切れるか。これ、全部クロムちゃんの手作りなの。そうだ。クロムどう見ても料理キャラじゃないのに。でもクロムちゃん、料理全然できなかったんじゃ。ほら、苦しい。お前に食べてほしくて覚えたんだ。ちょ、ネプチューヌ、誰かいるの？ネプ、つい、どうする？ギョ、ギョ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 。何それ？なんだ、お魚さんか。水辺が近いものね。魚ってあんな風に鳴きましたっけ？それにしてもバカっぽい鳴き声ね。ほんと頭割れそう。聞いてるだけでこっちまでバカになっちゃいそうだ。むっくー、落ち着いてネプチューヌ。まあいいわ。嬉しい、クロムちゃん。これ全部私のためなのね。食べていい？もちろんだ。食べたら帰れよ。どうしよっかな。わー、甘くて美味しい。急いで喉に詰まらせるなよ。うん、ありがとう、クロムちゃん。パクパク、モフ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 。すごい勢いで食べてますわね。なくなっていくよ。よかったな。じゃあそろそろ。お腹いっぱいになると眠くなっちゃうわ。すやすや。おい、フィリン。くん、クロムちゃん。ち、変わってないな、昔。また一緒に。もういいぞ、出てこい。あの子どうしたの？外に捨ててきた。え、それはかわいそうなんじゃ。何度もやってる、平気だ。どうせ奴も起きたらろくに覚えてない。クロムがそう言うならいいわ。アイエフとコンパは？確かクローゼットにかっこっちも寝ちゃってるわ。なんか起こすのもかわいそうだね。そのままでいい。むしろ好都合かもしれん。さっきの話の続きをするにはな。そうね。ねえクロム、水中都市で IF コンパとクロムが載ってるアルバム見つけたんだよ。クロムと二人は昔からの知り合いなんですの？ああ、それは。あ、イースが起きたの？あ、なんかいっぱい喋ってる。こっちから質問するんじゃなく、イストワールからこんなに話しかけてくるのは。そうか。お前たち、もしかしたらフィリンに勝てるかもしれんぞ。本当？ネプは人間じゃなくて勇者だもんね。いや、違う、女神だ。女神？この間も言ってたけど。 IF が話したおとぎ話に出てくる女神。このプラネテューヌを守護していたという。そうだ、プラネテューヌだけじゃない。ダステーション、ルイ、リーンボックス、いや、存在していたというべきか。今はいない、いなくなった。イストワールに4つの国、4人の女神、私たちも。そうだ、四並びだね。すごい偶然。そうじゃない、お前たち4人が。分かってるよ、ちょっと言ってみただけだ。あまり。私たち4人が。ああ、そして人間にされたことにより
私にも読めんが、今のイストワールの反応は、お前たちに女神になれば失われた記憶も戻るはず。記憶が？本当なのね、その話。私たちが女神、女神になったら世界中の本、勇者か女神か、女神か勇者か。ねえねえ、どっちがかっこいいかな。私は勇者の方が強そうでかっこいいと思うんだけど。そういう、さて、こうなった以上、中話の予感。先生、決定ボタンの連打は可ですか？してもいいが、そんなことして困るのはお前だぞ。ですよね。もし何かあるなら今のうちに済まして。もしもし、元気にしてる？もちろん元気だよ。何かあった？それはよかったわ。あな、実はルビーの近くにものすごく美味しいナスがなっているみたいなの。私たちも食べてみようと探しているんだけど。ナス？食べた覚えはないけど、なんだろう。ほう、ナスか。協力してやろう。妙にやる気満々じゃない。ナスが、あ、もしかしたらこの世で一番好き。そんなに？クロノがそこまで言うなら手伝い。もしかしたら私も大好きだったかもしれないしね。本当？よかった、オンに着るわ。それじゃよし、さ、今までにないくらいやる気に満ち溢れていますわ。いつもこうなら尊敬できるのに。おい、なん、いえ、なん、もし何かあるなら今のうちに済ましてこい。なら続けるぞ。まずこの世界にはもともと4人の女神がいて、それが、そうだな、そしてネプテューヌに託したイストワールは女神を支えながらこの世界を見守り。ネプ生命体？この本が？まあ喋ってはいるわね。本体はちゃんと人型をしている。小さいがな。だが、ちょっと、いきなりわからなくなったわ。まあそれはいい。よくないわよ！話を続ければわかってくる。とにかくその世界をかけた戦いでお前たちとイストワールはや、だからIFとコンパもお前たちのことを覚えていない。私たち二人と知り合いだったの？あ、そうだ、アルバムに、いや、そうか、会ったのは人間になる以前の姿だから。ね、クロムと二人も知り合い？アルバムの写真に揃って。お前たちほどではなかったかな。それぞれの国民の思いがその国の女神の力となる。国民の思いが記憶。私たち記憶はないけど生きて存在してるよね。ネプテューヌに託したイストワールは女神。私の質問スルーされたよ。女神の素質を持つ者が揃い、女神となる見込みが認められた時。さっき表紙に字が浮かんだだろう。それを読めば本の内側。すっごい長かったやつ。めんどくさーい。クロム読んでよ。すぐに人を頼るな。国を守護する女神が辞書をつく。まあよ、辞書ならここにあるわ。どれどれ。そうね、ポプン、ネプテポパック。え、レッツネプネプ。
これ困ってるんじゃないの？一度にいろいろ言ったからダメだったのかな。せーのーでもう一回言ってみる。せーのー、ネプテポポック。やっと呼び出してくれたんですね。もう300年くらいかかるかと思いました。これがイーズンの本体。あんな長い文章なのに実質7文字だったわね。皆さん4人の女神が声と思いを一つにして呼ばないとダメだ。バラバラだった時はどうなるかと思いましたが、よかったです。ちっちゃい、かわいい。ここから先はそいつに聞け。この世界失われた歴史についてもな。はい、皆さんが女神としての力を取り戻す方法も私がお教えします。あ、何これ、なんか思い出してきたよ。さっきの呪文ネプテボボックも私たち4人で考えたんだっけ。そうですわね、なんとなくそんな記憶がありますわ。この世界ゲーム協会すべての歴史の記録者である私と触れ合ったことで、徐々にですが気を…えへん。さっきも言ってたね、女神の力をプリンに使えるとか。女神の力をフルに使えるです。ふざけないでください。パープル派じゃなくてネプテュ…わあ、イースンに叱られるのも久しぶり。まったく、もういいですか。女神に戻るには皆さんそれぞれが守護して、その場所で私の本を開き、先ほどと同じ呪文ネプテポポックを唱えると試練に…おお、まさに万能呪文。ねえ、ここプラネティウヌって私が守護し…はい、それも思い出したんですね。うん、ってことはお気軽お手軽に本は開いてるし、それじゃあ行ってくるよネプテ。あ、言っておきますけど試練はかなり難しいので頑張ってください。ブブンく、ネプテューヌが消えたわ。本の中に入ったようね。イストワール、そうですね、キョロキョロしてから歩き出し、あ、つまずいて転んでます。涙目になってわめいて。まだ言ってるの？女神だって思い出したのに。さ、いよいよやってまいりました。まず最初に正面に何かを見つけたようですね。果たして何が起きるのか。現場のネプテューヌさん。はいはい、こちらネプテューヌです。あ、あれってゲーム機？あ、もしかして水中都市のアルバムに載ってた。なんとこれって私だよね。遅かったわね、もう女神が嫌になって。確かに女神だった時は仕事とか仕事とか仕事とか嫌いなことがたくさんあったような覚えはあるけど、それ以上に楽しいこともたくさんあったと思うんだよね。そう、じゃあまた女神に戻るというの？人間だったら嫌なこと。私は今勇者で主人公だよ。嫌なことから逃げてたらみんなに笑われちゃうね。あとイーズンが手伝ってくれるから問題ナッシング。それに女神を諦めますなんて言ったらここでゲーム終わっちゃうじゃん。へえ、言うじゃない。さすがはお手並み拝見といくわよ。ネプー、いきなり？ちょっと待って。人間の状態とはいえ私の力はこんなものなの？そんなことないよ。不意をつかれただけだもん。それはよかったわ。もうちょっと本気出してもいいってことよね。ぬぬ、もう一度問うわ。本当に女神に戻るというの？そうだよ。女神の力を取り戻してフィリンを倒すのがゴールだ。フィリンを倒したとして批判しかしない人間はいつの時代も生まれてくるわ。それでも守りたい世界があるんだよ。だって私勇者ですから。よくわからないけれど、その覚悟見せてもらう。これで決まりよ。決めた。
手応えね、いい手応えね。やっ、やっ、ゴシキー、ふっ、君に決めた、ゴシキー、いい手応えね、ふっ、やっ、ゴシキー、我は汝、汝は我、その覚悟しかと受け取ったわ。絶望、憎悪、女神の力で断ち切りなさい。女神復活ね。あとはこのゲーム機を持って外に戻ればいいのね。沈め、あの影は、沈め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 、そう、今ならわかるわ。あの影は女神の力がここから出られないようにしていた。まさに封印そのもの。忘却の海に沈め、女神。自分を取り戻した今なら敵王国過激団。でも封印って一体。待たせたわね、みんな。どうしたの？随分驚いた顔して。あなた、ネプテューヌ。ええ、この姿の時はパープルハートという名だけれど、間違いなくネプテューヌよ。無事に力を取り戻したわ。ただいま、みんな。大丈夫だったみたいですね。ちょっと待って、ちょっと待って、これがあのネプテューヌだって。嘘だわ。だって少し頭良さそうだもん。別人みたいね。違和感がすごいですわね。だから水中都市でアルバム見た時に言ったじゃない、私に似てるって。まあ私なんだけれど。落ち込んでる。まだ完全じゃないけれど、ずこうしてみると今私たち4人揃ってみんな仲良しというのは。そうだったんですの？イストワールの中ってどんな風だったんで。不思議な空間で、ゲーム機の姿が女神に変わってバト。それとクラム、もう一つ女神になって思う。ほう。それはね、あなたの正体。あなたってクラムも元女神ね。それ私のセリフ。っていうかブラン知ってたの？疑ってたのは割と最初から。ブラウン、どういう。女神にしか読めないイストワールを持っていたこと。そして言ってましたわね、そんなこと。そうだっけ、全然覚えてない。注意力不足ね。それらを合わせて考えれば。ヒントは出していたさ、ミステリーの基本だ。これは推測だけど、私たちの前の先代の女神というところじゃないかしら。おお、大したものだ。私の自慢は読書量よ。どう、正解。ブランが自慢げですわ。そこまで分かってるなら私から付け加えることはないな。その通りだ。そう、なら正解のご褒美に教えて。私たちが敗れて国民から女神の記憶が失われたという、その相手って。それも分かってるんじゃないのか、フィリンね。それも私もなんとなく分かってたもんね。ネプテューヌが強がっていますわ。そう、お前たちが戦い敗れた相手はフィリンだ。だからヤンデレラ城で私たちは勝てないって。これである程度謎は解けたかしらね。私たちは女神でフィリンに敗れ。なんてこと。まだわからないことはあるけど。一つ言っておく、
お前たちの記憶が戻っても、IF、コンパの記憶は、だから、混乱させるようなことは。わかったわかったよ。今はそこまで。ネプテューヌさんはよくボタン連打せずに頑張りましたね。褒めて褒めて。そんでもって、プリン。っていうか、プリン食べたら私もアイちゃんやコンパみたいに寝る。はいはい。そっか。それ。順番に国を回って、私たちが女神として守護していた場所はこの順番で、ええ、レジスタンスの道。それじゃあ出発。この道をまっすぐ行けばたどり着くです。ありがとね。の力見せとれ。ルララそれ、ルララ、これが女神の実力よ。一気に決めてみせるわ。勇気を示す、うなる必殺の王国過激団、これが女神の実力よ。